オリファンのお前さんたち、脱粉。まあ今日はしょうがない、明日勝てばいい。だが中子が山岡がどうなるかな。実質1失点の曽谷ようやったわ。曽谷の負けを漆原につけられんか。巨人打線と味方からの妨害に耐えた曽谷は偉い。昨日の巨人が小児要素菊池オンミーだったようなもんやな。なんというかうんこぎっしり。楽勝かと思ったらカード負け越し見えてきたな。ウォーカーか都合でも見たかったな。1点差負けでも10点取られても1敗でしかないから切り替えてけ。オープン戦から接調した曽谷をめでる日やぞ。外棒が離れして接調してくれててほんまに嬉しい。一緒に頑張ろう。今日の外野ども何やったんや。2軍でよく見る守備やん。打てないならせめて守備くらい普通にやってほしいわ。今日のスタメンでミスしてないの森と茶のくらいやん。曽谷がソフト戦でめった打ちされたおかげでリリーフ回避できてよかった。これからは先発で使われるやろう。都合相手やししゃあない曽谷はようやっとった。曽谷がドライチらしい素材の良さを見せてくれたのが最大の収穫。中川って天才肌やけどプレーが軽いよな。 Y がそう見えるだけか。都合相手で負けは想定してたし、そこまでダメージないやろ。曽谷が良かったことでポジポジよ。ご視聴ありがとうございました。